飯に行ってきた話もあるから、それも話したいんだよな。じゅんぐりじゅんぐり、声真似キングも、声真似キング話すことないだろう。もうあの配信に全てが詰まってるし、あの配信してから声の枯れが気になるぐらいだね。普通に喋る分にはいいんだけど、高い音を出すとちょっとかすれるっていう、まだカスカスする声真似キングは半端ねかった。ご飯の話を。ご飯に行ってきまして、メンバーが、シーナさんと、アクアと、僕初めましてだったんだけど、高宮リオンさんとね、行ってきたんだよね、ご飯。高宮さんと、シーナさんと、アクアは3人昔から仲良くて、もう一人誰か呼ぶか、みたいな感じで多分呼んでくれたんだけど。面白かったよ。佐々木氏は、最後のナス配信の前に2人で、アクアとご飯食べに行ってたから、僕を誘ってくれたのかな？もしかしたら。アクア元気してたよ。元気してた、元気してた。そんなに、いつも通り。もう、仰々しい感じもなく、いつも通りな感じで。高宮さんと、アクアもめっちゃ久しぶりっぽかったけど、高宮さんがすごいね、フレンドリーなのよ。僕もね、本当に絡みなかったし、初めましてだったんだけど、高宮さんがすごいフレンドリーだから、高宮さんとずっと前から友達だったような気がするっていう気がねするぐらいあれだった、話しやすかった。僕すぐさ居心地よかったり話しやすいなって思う人いると、ずっと昔から友達だったんじゃないかなとか、ずっと昔から実はここに住んでたんじゃないかなっていう気がしてきちゃうタイプだからさ、そんな感じだった。どんな話したん？何話したろう？何したんだろう？あ、でもあれかな？アクアが今ほら、サインあるじゃん。アクア卒業しちゃったけど、グッズのサインがあるから、それを書いてるよっていう話をしたり、だからね、忙しいらしい。そのサイン書きが大変で、忙しいんだよねーって言ってて。らしい。で、そのサインって、あれなのみたいな、一日どんぐらい書くのとか、そういう話をしたり、あとは椎名さんがドラえもんやってたから、ドラえもんのゲーム僕明日やるんだけど、ドラえもんのゲームどうだったって言ったら、借金したらドラミちゃんが返済してくれるとか。借金したらドラミちゃん返済してくれんの、それ一回きりだろうとか、あとは椎名さんとリオンさんに、あの声真似キングやってくださいよって言ったり。二次三次だと声真似キングやってる人全然いないんだって。だから何それって言っててさ、オホロライブでは結構みんなやり始めてるじゃん。いや、おもろいからやってよって言って、専用のマイク買わないといけないんだけどって、椎名さんこれ全力でやんないといい点取れないからねって盛り上がってました。喉にダメージくるけどね、ワンちゃん。本気で体張りすぎると。いや、シーナさんの声真似キング絶対おもろいよな。結局、まあ、シーナさんが一人でやらなかったら、僕の家で、まあ、ニャジオのワンコーナーでやるか、みたいな。うちにマイクあるからねっていう話したりとか、そんな感じでゲームの話して盛り上がってたよ。最初ご飯食べた後にカフェに入って、もうカフェでめっちゃぼーっとチルしてた、チルポケーっと過ごしたりして、楽しかった。癒されたね、すごい。ああいう時間大事だわ。高宮さんも仲良くしてほしいな、これを機に。せっかくお友達になれたし、会ってすぐ敬語じゃない感じで行こうって言ってくれて、よろしくみたいな仲良くしてくれて。みんなあれなんだよな、二次三次の女の子すごいね、明るくて優しい。ホロライブのみんなもね優しいけど、なんだろう、二次三次の女の子ってパチパチしてる、弾けてる感じするな、そういう印象ありけり。あ、そうそう、コミュ力強そうな感じするな、今までこう関わらせてもらった人たちみんな弾けリスト弾けリストなのかな、そういう感じでございました。ドンパッチは草弾けリストって語感良くてすぐ使っちゃうけどさ、ボーボボのやつなんだもんね。おかゆも弾けリスト、おかゆあんま弾けリストじゃない、結構ね
根が暗いタイプだからな。いやでもやっぱ真の陽キャってこう陰のものを包み込んでくれるからね。今日は包み込んでもらってきてよ。おかゆん次どの RPG やんの。うわなんかやりたいね。明日ドラえもんやるから、ドラえもん。もう椎名さんと今日もう僕が一方的にずっとねドラえもんのゲームの話してたからね。いやドラえもんのゲームマジおもろそうだよねっつってずーっと椎名さんにそればっか言ってた。楽しみなんだよね、明日やるんだよねって。椎名さんは逆にずーっとジャッジアイズやって、ジャッジアイズやってって言ってて、ジャッジアイズっていきなりステーキのさ、あの社長さんとのイベントあんでしょ、それ聞いて気になってんだよねって言ったら、あーそのイベント出たけどまだ進めてへんとか言って、進めろよって言ってた。僕それ聞いてめっちゃやりたいと思ったのにって、進めてへん、止めてる、なんでよ、マジおもろかった。まあ本編が気になるんじゃない、サブイベだろうからさ。椎名さんはもうここずーっとジャッジアイズがおもろいってね言い続けてる。椎名さんのさ生誕ライブにゲストで呼んでもらったじゃん、あん時からずっと言ってる、椎名さんと仲いいんやな。まあもうね、何年もやってますからね、ニャジオ。毎月やってなくてもまあまあやってるよね。だってこの前チームナスがゲストで来てくれた時第40回とかじゃなかった？どんだけやってんだよ。第40回結構長寿企画よ。30じゃないよね確か。40じゃなかった？めっちゃやってるよ。ご長寿配信よ。まあそうね、その、こう、回あってってわけじゃないけど、長くやってたから、一緒にね、髪をかけて案件もらえたんかもね。あれすごい嬉しかったな。さすがにジホロの架け橋。でもさ、案件をいただけたっていうところで、ちょっとこう、はくついたよな。僕たち二人で、あの案件やったんで、みたいな。履歴書書けるよ。胸張れるようになったわ。前までなんか、いや、架け橋つってもなーって感じだったけど、案件をもらったことによって、ちょっと、こう、背筋をピンとして、ね、髪をかけを誇れるようになったわ。架け橋ですけど。いやまあありがたいよね。うん、いやまあ僕たちもね40回目までやってるはやってますけど、そんな僕たちを見つけてくれたっていうのがありがたい話でさ、本当に嬉しい。